カナリアはアトリカに分類されることお及びそれを原種として品種改良された愛岩町品種の一種。種商名のカナリアはカナリア諸島に由来するが語源はラテン語のカニス、犬である。英名では特に野生種と使用種を区別するとき、前者をアイランドカナリー、ワイルドカナリー、タメカナリー、アトランティックカナリーなどと呼び、後者を ドメスティックカナリーと呼ぶ。メディアを再生するカイドリのカナリア野生種はアゾレス諸島、カナリア諸島及びマデーラ諸島に産しナノカナリアは原産地のカナリア諸島による。使用種はほぼ世界中で飼われている。これら以外にカゴ抜けした使用種がバミューダ諸島、ハワイのミッドウェー干渉プエルトリコで最野生化している。野生種の大きさは 翼長20から2 3トル体長約1 2 5トル体重15から2 0ム程度。使用種の大きさも、ほぼ同程度だが、さらに大きな品種や、小さな品種もある。使用種は品種により、様々な変化に富んだ灰色を呈し、最もよく見かけるのが、全身が、いわゆるカナリア色で知られた、鮮やかな黄色で染まった個体で、この式名は、 使用種の定するこの色にちなんでいる。カナリア諸島産の野生種これに対して野生種は覆面がすすけた黄緑色、背面に茶色っぽい島が入った地味な小鳥である。しかし使用種にも野生種の灰色に近いリザードのような品種もある。詳細は別項参照。野生種はヨーロッパから北アフリカにかけて分布するセリンと外見が非常に似ているため、 分類学の思祖カール・フォン・リンネは本種をセリンの一夜種に分類した。セリンと比較した場合、本種の方が同種より約10%ほど大きい。また灰色は灰もしくは茶色がかり、翼が短くなる。野生種、使用種のどちらもセリンやズワオアトリ同様、澄んだ、美しい声でさえずる。セルイネス・カナリア・カナリア野生種は、 海抜1700メートルまでの高度にあるカジエニア、雑木林といった虹林に生息し、木やヤブに巣をかける。IUCN レッドリストの評価は、リースとコンサーンであるが、これは、背景として、世界中で飼われている膨大な数の使用種があり、それらを含めると、個体数は増加し続けているがゆえである。野生種のみに限定すれば、離島特産種なので、個体数は、 決して多くなく、以下のように推定されている。飼育に際してはつがい、もしくは人は飼いが基本だが、これは本種に脂肪分に富んだ餌を好む傾向があり、同じ餌を与えて、他のフィンチと一緒に飼うと、他の鳥が脂肪型を起こすからだとされている。しかし特に脂肪分を多くせず、他のフィンチと同じ餌を与えてもそれほど変化はない、とする人もいる。 実際によく食べる傾向が見られるのは、青な類で、これらを欠かしてはいけない。飼育下では、春から夏にかけて繁殖し、夏の終わりから秋にかけて関羽するが、本種に限らず海鳥は、寒羽期に落鳥しやすいので注意する。また他のフィンチと比較して、ワクモがつきやすいので、これらにも注意する。ヨーロッパで古くからアイガンチョウとして使用され、現在では、 世界中で飼われている。また毒物に敏感であることから毒ガス検知に用いられたり実験動物としても用いられる。日本では工述する炭鉱のカナリアや同様、カナリアの影響で実体以上にひよわな鳥といったイメージがルフしており、外の世界で生きられないことの比喩表現であるカゴの鳥とは本種のこととすら思われている。しかし、高級フィンチの中には 本種よりさらに気難しくて、温度管理にうるさい種があり、それらに比べれば、より飼いやすい上にすびきも簡単である。飼育下では、通常10年前後、内種はそれ以上生存する長命の鳥である。野外で生き延びられないのは、飼育環境へ適合した結果であり、逆を言えば、野鳥は、カゴで飼うと気をつけないとすぐに死んでしまう。 人間に慣れやすく、ヒナから育てなくても、手乗りになったり、飼い主の手から餌を食べることがある。なお、日本でしばしばカナリアの原種という触れ込みで輸入され、販売されている、西王朝という名のフィンチは、キマユカナリアという全く別種の鳥である。1600年代に、スペイン人の船員によって、ヨーロッパに持ち込まれ、飼鳥として品種改良された。 当初修道院の僧のみが本種の素引き技術を有しており美しいさえずりを効かせるオスのみを市場に卸すといった方法で出荷調整を行い価格を高騰させていたのだがその後ふとしたきっかけからイタリア人がメスの入手に成功元より素引きにさほどの技術を要さなかったことから各地で増殖されヨーロッパ全土で流行するようになるイギリスでも同様に 当初は富裕層のみが飼育していたが、すぐに民間で素引きが繰り返されるようになり、非常に一般的な買い取りとなった。また素引きと並行して行われた品種改良により多くの種類が生み出されることになる。日本へは江戸時代にオランダ人により長崎へもたらされた。日本では古くから小鳥を飼いならしてさえずりを楽しむ習慣があり、カナリアも 姿形やさえずりの美しさから、たちまち人気となり流行した。当時から、盛んに輸入され、武士や知識層に愛玩されたようである。有名なところでは、極低馬金がす引きを再三試みており、葛飾北斎の日本画にも登場する。大まかに羽の色や模様、姿形、さえずりに特化した三グループに分けられる。色を楽しむ品種を色とり、 変わった模様を楽しむ品種は葉取り、変わった羽や姿勢、大きさに変化を持たせた品種を形取り、巻毛や姿勢を干渉する品種を姿勢調、さえずりをめでる品種を名調などとも呼ぶ。姿形を楽しむための改良は主にイギリスで、さえずりを楽しむための改良は主にドイツで行われてきた。実際に市場に出回るものは、 上記各グループの有する一つの特徴にだけ特化した改良がなされたもの以外に、巻毛やカローラーなど各グループ間で交雑させ複数の特徴を織り込んだものが多数あるので、その種数は実に多岐に及ぶ。厳密にはカナリアの品種ではないが、ヨーロッパでは五色ヒワやズワオアトリといったサイズリの美しいアトリカヤチョウのオスとカナリアのメスとの交雑も盛んに行われており、 得られた一大雑種をミュールミュールという。野鳥そのものに比較して飼いやすいが、生殖能力を欠くので基本的に一台限りであり、またさえずりを干渉する目的もあることから、メスが市場に出回ることもない。もっとも中には赤カ,カナリアのようにその後別品種に固定されたものもある。こうした交雑による品種改良はより、 良いさえずりを効かせる鳥を得るためビクトリア長期のイギリスで盛んに行われ現在にまで至っている。日本にも輸入され店頭に並べられることがあるがその際はハイブリッドと紹介されることが多い。なお稀にカナリア以外のフィンチ間で交雑して一大雑種が得られることもありこれらもミュールと呼ばれる。いわゆる炭鉱のカナリアは炭鉱において しばしば発生するメタンや一酸化炭素といった窒息ガスや毒ガス早期発見のための警報として使用された。本種は常にサイズっているので異常発生に先駆けまずは鳴き声が止む。つまり危険の察知を目と耳で確認できるところが重宝され毒ガス検知に用いられた。具体的には新しい車高の底にまず3倍以上のカナリアの入ったカゴが置かれ、 そのうち一話でも異常な行動が見られたなら、甲府たちはその車高に危険が発生したと察知していた。イギリスの炭鉱では、こうした方法による危険察知システムが1987年まで採用されていた。鉱山以外でも、戦場や犯罪捜査の現場で使われることがある。日本でも1995年の地下鉄、サリン事件を受け、 山梨県上國式村のオウム心理教施設に対する強制捜査の際、捜査員が傾向している様子が報じられ、こうした役割が知られるようになった。金融市場上記の特徴につき、世界経済の悪化や金融危機の前兆を示す事象を単行のカナリアと呼ぶことがある。主な例として、新興国からの投資流出による株式市場の下落や国際価格の下落、 先進国のハイイールド債や中小型株の下落などがある。これらが実体経済や先進国の株式市場に波及し景気の悪化につながることがある。ありがとうございます。